二次関数の変化の割合の求め方、超簡単に求める方法を説明したいと思います。これは中学3年生で習いますね。はい y=5x2 イコール乗について、x が1から3まで変化するとき、変化の割合はいくつか。簡単です1。1たす3かける5。これをやるだけです。かっこ1たす3かける5。ってことは5、5かける4、20。 出ました終わりです、はい、ではもう一問解いてみましょう y ス三分の 2x2 乗について x がス2から5まで変化するとき変化の割合はいくつかと、はい、簡単たす5計算して、はい、マイナス三分の2かけるだけそうすると ました答えマイナス2